グーズでしてるんです。ミツアキTVです。変化し。変化今日1日限定で。1000円ブログって言うのあれやれ。超くだらんし。絶対食わんしやな。絶対食わんしやな。クォーターパウンダー、ゴールドリングとか言って、パイナップル挟まってるのか言ってるし。アホキャッツや。てめえ、酢豚キャッツや。あんなもんいらんわ。まあ、冷やかしに今日真っ黒前まで行ってやってけど。で、店員に聞いてやったけど、これいつ発売するんですか？いつなら買えるんですか？って聞いてやったけど。なんか、整理券配るとか言って、ふざけんなし。俺用事やったで、その今日六本木行かんとあかんから、ごめん。六本木行かんとあかんかったね。ヒルズの方にちょっと行かんとあかんかったね。ブルグーは買おうと思っても買えん状態にやったんや。まあ、買うつもりなんか最初からやったけどね。で、まあ、六本木ヒルズで、まあ、ようね。まあ、ヒルズの上の方で用を済まして、そしてまた帰ろうとしたんや。で、六本木のマクドナルド行ったけど、なんかもう終わってるとか言ってさ、けんねし。あっという間にし、家族連れ多かったなぁ。ふざけんなし。絶対食わんけど、あんないらんけど、そもそもいらんけど、真っ赤ふざけるわ、本当にふざけとるわ。なんや、一日限定ってなんや。一日限定ってなんやろ。なんやろ。しかもバーガー1000円ってなんやろ。ブルー1000円ってなんやろ。客を舐めてるとしか思えんなぁ。欲しい人がいても絶対買えんくなってまうんや。今日食えんかったらいつ食うんやって話や。まあ、絶対食えんけど、絶対食えんけど、今日食いたいと思っていて買えなかった。なんか用事のせいで買えんかった人がいたとしてその人の責任はマクドナルドさんはどう取るつもりなんでしょうね。知りませんよ。どうなっても知りませんよ。マクドナルドさん。絶対かんし。なんかね、来週は、なんかブラックダイヤモンド出てっけ。で、その次の週は、ルビースパークとかいうのが出る。まあ、それは、まあ、酢豚っぽくねえで買ってやってもいいけど、今週のゴールドリングは、まあ、酢豚屋でいらんな。俺、中華嫌いやし。中華っぽくなってブルーなんか嫌いやし。絶対食わんし。まあ、マクドナルドさんは、そういう、限定とか、他のお客さんをないがしろにするような真似をやめていただかないと、私から漏れなく、クレームのタルフォンが、かかってしまうと思うので、これからも、気をつけていただいてくださいませよ。お願い申し上げる立て祭り祭る関TVでした。チャンネル登録はこちら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 。これ、油の玉と食ってるのに全然飯。みつあきTV。